サッカーしに行こうぜ。おう、しんちゃん、しんちゃん。あ、双葉もやるだろ、サッカー。おお、どうすか、ファインファイン。牛乳だと。女子の成長は男より早いと言うが。いや、早すぎだろ。実は給食で余ったパンを入れたの。おい、まったく食べ物で遊ぶなよな。どうすれば乳首が喜ぶってユキちゃんが。もちろんパンは後でちゃんと美味しくいただくっすよ。なんでそんなもんで乳首が喜ぶんだよ。スギちゃんのママみたいなおっきいおっぱいの谷間が好きなんすよね、乳首は。さあ乳首、小生の胸に飛び込んでくるっす。やめて。あ、ひとは今小生の頭に何かした。おい、大丈夫か。双葉の石頭を叩くには三女さんじゃ鍛え方が足りませんよ。乳首は胸の谷間になんか興味ないよ。あ、飛び込んできたっす。この重い空気は。三女様がお怒りになっておられる。乳首を返して。うわ、そんなに強く手を入れたら服が伸びちゃうっす。騒がしいけどどうしたのみんな。で、双葉ちゃんの服の中に手を突っ込んで何してるの。双葉ちゃん、乳首はどこ。乳首ってダメだよ。いくら姉妹だからって教室でそんなことしちゃ。私の乳首。それは双葉ちゃんのだよ。何言ってるの双葉ちゃん。違うっす、みんなの乳首っす。みんなのって。双葉ちゃん、自分の乳首は大事にしなきゃダメだよ。なんだか微妙に会話が噛み合ってなくないか。そうか。返して。うわ、小生のおっぱいしぼんじゃった。大丈夫、乳首。あれ、パンだけ。乳首はどこ。おかしいっすね、乳首は確かにここに。大変っす、乳首がどっかに行ったっす。乳首がどこかに。大変だ、待ってて。今栗山先生を呼んでくるからね。乳首、人、ごめん。乳首は小生が探し出すっす。仕方ないな、俺たちも探すよ、乳首。ああ、俺たちみんなの乳首だからな。ありがとう、しんちゃん、千葉氏。みんなも乳首探すの手伝ってくれよ。まったく、めんどくさいけどしょうがないわね。そうね、ミツバと同じ意見なのは尺に触るけど、みんなで乳首ちゃんを探そうよ。だな。佐藤君の頼みなら何だって。うん、任せて。霊の力ならすぐに見つかるわ。なんたって乳首は俺たちの仲間だからな。みんなで探せばすぐに見つかるわ。みんな。その代わり、一葉が持ってるそのパンは私に献上しなさいよね。メスムダ。今日は怪我人も病人もなし、みんなが元気で嬉しいわ。乳首どこすか。ほら、さっさと出てきなさいよ。乳首どこなの。乳首。おーい、乳首。探しましたよ。どうしたんですか、矢部先生。実は栗山先生に聞き
きたいことが。はい、何でしょう。女の子の乳首ってそんな簡単にポロッと取れたりするものなんでしょうか。え、乳首です。乳首、乳首。え、やっぱり変態学級。栗山先生。どうしよう。そうだ、三つ子のお父さんに連絡しないと。あ、お父さんですか。大変なんです、双葉ちゃんの乳首が。そう、乳首です、乳首がですね。やべえ、くん。校長先生。君はさっきから廊下のど真ん中で乳首乳首と何を騒いでるんだね。いえ、これには訳が。生徒たちの前で恥ずかしいとは思わないのか。しかも君の生徒たちも教室で乳首乳首と連呼して、まったくどんな教育をしているんだね。参ったな。外に逃げたら見つけるのは難しいぞ。佐藤くんの匂いならどこまでも追跡できるんだけど。ねえ。お、女は怖いな。いや、一緒にするなよ。乳首ちゃん、今頃どうしてるんだろう。もしかして神隠しにあったのかも。羨ましい。乳首、ごめんね、人。全部小生が悪いんす。私も自分のことばかりで乳首のこと全然考えてなかった。はあ、探してたらお腹減ったわね。パン食べよ、パン。空気読め、メス豚。この声は、ちょっと待ってっす。ちょっと何するのよ。いたっす。ほら、パンの中に乳首が。パンをかじって中に潜っていたんすよ。なんだよそれは。乳首、よかった。これからは谷間に入ってもいいから。に飛び込んだのかな。決まってるじゃない、私のナイスバディの谷間に惹かれたのよ。なんで人の服をめくるのよ。これはみっちゃんのお腹の肉の谷間に乳首が挟まっているっす。胸の谷間よりメス豚の腹の谷間の方木みたいだね。何よそれは。話してくれ。俺は今すぐ娘の元に行かねばならないんだ。娘の双葉の乳首のために。乳首だって。小学校の前で何を言ってるんだね君は。本官は警官として変質者から生徒を守ってみせる。誰が変質者だ。俺はただ娘のために。話は署で聞く。さあ一緒に来たまえ。待ってくれ。俺は双葉の乳首を、乳首を、乳首を、乳首。